広瀬周一3月15日から1944年9月13日は、滋賀県出身のプロ野球選手。戦前期に巨人軍で活躍した。1934年12歳の時、地元の美和湖を横断する遠泳大会で1 4トルを泳ぎ切って、代表番となる。1935年に大津商業に入学。1938年の夏の甲子園の、 県予選では外野手として出場するが、準決勝でゼゼ中学に敗退する。1939年正月の刑事、中東大抗野球大会では、初めて対戦した神田滝を擁する京都商業に完敗するが、前年の夏の甲子園を制した平安中学を破りって2勝1敗となり、大津商業として初の春の甲子園大会に選ばれる。 甲子園では1回戦で小倉工業と対戦、広瀬は1番遊撃手を務めるが、緊張のせいか、無安打に失策と振るわず、チームも1から3で敗れた。夏の県予選からは、投手と外野手を兼任し、甲子園への切符をかけた、刑事中東対抗野球大会の初戦で、広瀬は京都省の神田武雄と2日がかりの大投手戦を、演じるも0から2で赤敗した。 卒業を前に、東京巨人軍監督の藤本貞義が、大津商業を訪れ入団の勧誘を行うが、野球部長の反対に愛広瀬は、プロ入りを断念。1940年広瀬は、地元の有力企業であった朝日ベンベルグに入社し、朝日ベンベルグの野球部である、大津青覧会に所属した。なお、同年の明治神宮競技大会に、 滋賀県代表として四種目に出場している。翌1941年の都市対抗野球の近畿地区予選に出場するが、二次予選準決勝で田村ごまに0から2で敗れ、本戦出場はならなかった。広瀬は都市対抗へ出場できなかった時は、巨人の入団テストを受けたいと決心していたらしく、予選が終わるとすぐに、西宮へ遠征中の巨人が宿泊していた。 宝塚温泉の旅館に現れる。近くを流れる向こう側の河原で藤本と、楠木康安を、ただ文休さん立ち合いのもと、ピッチングを披露したが、足元の悪い河原をものともせず、サイドスローから、コントロールされた球威のあるボールを立て続けに投げ込み、楠木やただを驚かせた。次に玉川のマリコ橋のもとで投球した際には、あれだけ速いのに全部変化していると藤本を、 感心させた。広瀬へのスカウト活動は、前年から行われていたが、立ち会ったクスやただのほか、川上哲司や千葉茂ら同時期にプレーした選手たちは、広瀬が突然宝塚に現れて入団テストを志願し、採用されたと戦後になっても思っていたという。初登板、初先発となった同年8月21日の、対クロワシ軍戦を3アンダカンプルに抑える戦烈な、 デビューを飾る。周期リーグに入ると、10月6日の体内回戦では、神田武雄とプロ入り後初めて対決、意識過剰になっていたためか、広瀬は11死球を与えるモニアンダ1失点に、抑えて3から1で勝利している。その後も、中尾照造と交互にマウンドを踏んで閉幕までに発症を重ね、7月末に病気で戦列を離れた、須田博の穴を埋めた。 また、周期リーグでの活躍が認められ、東西対抗戦にも選ばれている。翌1942年開幕戦で、完封勝利を飾ると、1日置いた3月30日の、対南海戦でも先発し6回からリリーフした、神田竹夫と投げ合うが、延長10回に2点を失い3から5で初めて、神田に敗れた。5月11日の対黒足戦では8回まで、無安打に抑えるが、 9回に、代打、金子博士から、内野安打を打たれ、ノーヒットのオーランを逃している。春季リーグでは10勝4敗、勝率、714、防御率1.47といずれもチームトップの成績を残す。夏季リーグも、須田博士に並ぶ10勝に防御率0.92を記録、春夏通算20勝は、須田、中尾をしのいで、チーム最多となった。 7月19日の対南海戦では、神田武雄と6度目の対戦を果たし8から0で、完封勝利を収めて、対戦成績を5勝1敗とするが、結局これが最後の対決となった。また、夏季リーグ終了後に行われた東西対抗戦にも2年連続で選ばれている。周期リーグの開幕戦である9月12日の対、大和軍戦で、広瀬は、 延長10回表から登板するとその裏で巨人が逆転しわずか1イニングの登板で21勝目を挙げる。その試合後に中水炎を発症して古川橋病院に緊急入院して手術を行う。しかし戦時中の物資不足により手術後の回復に必要な薬剤が得られず手術跡が可能して公式戦への復帰はもちろん 10月に予定されていた入営にも間に合わなくなってしまった。シーズンを通しては、須田博士に次ぐ21勝、防御率1.19、勝率778で最高勝率のタイトルを獲得した。手術後の回復が思わしくなかったため巨人の合宿所へ戻ることなくそのまま退団。この年の大晦日に入営のために、 東京を後にし、年の明けた1943年1月10日に陸軍に投兵として京都第16師団9連隊に入隊した。入隊後も2度にわたって入院するなど、手術後の回復は思わしくなかったが、4月半ばに広瀬の所属する第16師団9連隊は広島の宇品港からフィリピンに出発している。フィリピンでは現地の日本兵により、 野球チーム、日本人クラブが結成され、広瀬も参加、1944年1月に、フィリピン人チーム、秘湯クラブと試合を行う。秘湯クラブにはかつて巨人に在籍したリベラがおり、広瀬とリベラは、巨人時代の思い出話に花を咲かせたという。同年9月13日フィリピンのオレーテ島で戦死。満22歳没。最終階級軍曹。 死後早朝に昇進した。東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに彼の名前が刻まれている。投球フォームは相当の自己流で、内野手が送球するような小さな腕の振りから手首の強さを生かしたスナップスローだった。武器は一番自信があったというシュートで、他にドロップ、スライダー、シンカーも投げ分けた。ストレートも打者の手元でホップする威力のあるものだった。また、急に、 リリーフを命ぜられても、20球もウォーミングアップをすれば、登板できた。投球のテンポが良く、捕手が返球するとすぐに投球動作に入ったことから、野手はリズムが取りやすくて守りやすかったという。投げることが大好きで、わし、投げるのがおもろいねん。投げ、んと朝起きて歯を磨かんみたいで、気持ち悪いが口癖だった。先発も中3日でやっていたが、監督の藤本貞吉が、 配線処理の投手を探し始めると、広瀬は、わし、行きましょうと、何の得にもならないのに自ら喜んで登板していた。プライベートではひょうきんな性格で、顔が長いために、チームメイトから、馬のあだ名で呼ばれていたが、自分でもその気になって、馬のモノマネをよくやっていた。一人で馬と孫を代わり代わりに演じ分けたり、そのうち、 塩原助けも登場させるなど、忙しい芝居でチームメイトをよく笑わせていたという。洋曲が趣味で、合宿所の部屋には洋曲の教本が山ほど積んであった。また将棋も得意で、穴熊囲いをよく使っていたという。各年度の太字は、リーグ最高。ありがとうございます。